ちょっと虫さん待ってっていうね、こんな感じです。ミステリーアイミ系女子です。考えましょう。こんにちは、バヤチャンネルのしのです。あたしです。今日は久しぶりにバースデーと下村で買ってきた、私のあこれかわいいと思って一目惚れしたお洋服たちを皆さんに今から買ってきたので紹介していきたいと思います。プチプラでいろいろかわいい洋服ばっかりあったので、もしおった人、同じ年齢の人や妹さんとか奥様にどうでしょうか。ではまずは下村で買ったものを紹介していきたいと思います。下村では3着買ってもらいました。でまず1着目なんですけど、じゃじゃーん、もうすでにもう着ちゃいました。可愛いでしょ。シノハチオレちゃんが好きなので、このハチオレちゃんのお洋服を買いました。で後ろのプリントは、毎日私が着ているのは130と140です。あ、この服可愛いなと思って、でもサイズがなかったんですけど、150でも着てみたら結構ダボっとしてて可愛いです。それでは他に買ったものを今から紹介していきます。そして買ったものが、じゃん、じゃじゃん、ピンクと水色の洋服です。はい、こんな感じです。可愛いでしょ。なんかチアガールみたい、なんかちょっと可愛い系の色を入れ合ってみました。で、お値段なんですが、消費税込みで1089円です。それでは今から着てみます。せーの、はい、こんな感じで着てみました。結構可愛いですね。まあ、ちょっと学校に着ててもちょっと涼しい感じでいいなと思います。ちなみに今私ジーパン履いてます。最近パンツコーデハマってます。それでもう1枚買ってもらったのが、じゃん、じゃん、オレンジです。ちょっとさ、これもさ、ダンスの時に着てもかっこいいし、あと普通の学校の時にも着てもダボっと着れるので、結構この洋服はちょっとお気に入りに入れたいと思います。で、今着てる洋服は140で、次も140です。では着てみたいと思います。はい、どうでしょうか。こんな感じでちょっとダボっとして着てみました。このパンツコーデにも合う感じです。冬も終わったということで、あったかくなる季節はいろんな明るいコーデを楽しんでいこうかなって思ってます。ちなみにこちら S.Jenny といって、子供服のジェニーと島村さんのコラボみたいな服です。こちらお値段の方がさっきと同じで1089円でした。可愛いのに安いです。それでは次にバースデーで買った洋服を今から皆さんにお見せします。ではまず1枚目、パパーン、こんな感じでレース編み編みのやつです。これは緑と青があって、シノとモモでどっちにするって迷って、それでシノが青って言って、モモもじゃあ青って言って決まりました。でも紫も可愛かった。緑も可愛かった。白い T シャツと編み編みが別々になっているので、他の T シャツにもこの編み編みちゃんを着られちゃいます。ということで、では着てみます。せーの、バン、うわ、着てみました。こんな感じです。今ちょっと金曜日なんですけど、明日土曜授業があるので、まあこれ着てっちゃおうかなって感じです。まあちょっとね、お母さんたちが見るので、他人のね、なのでちょっとシノもちょっと気合い入れて、かわいいでしょ、かわいいでしょって、ちょっと今からじゃない、明日ちょっと見せびからしたいと思います。嘘です。はい、という感じでどうでしょうか。なんかちょっとスポーティーな感じで、ちょっとスポーツで着ちゃうよ系女子になりました。なんかちょっと見た目も編み編みだから、ちょっと涼しそうな感じで、この洋服は税込みで1309円でした。安くて可愛いです。では次いきます。はい、次は襟付きの洋服です。また同じちょっと青っぺ系なんですけど、ちょっとかっこいいなと思って買ってもらいました。それでは早速着ていきたいと思います。せーの、パイ、着てみました。こんな感じです。ちょっと今襟を開けてるんですけど、もうちょっとシノのイメージ的にはこんな感じですよ。ちょっと虫さん待ってっていうね、こんな感じです。ちょっと虫さん待ってっていうね、ちょっと虫取り編み系女子ですね。はい、これは虫取り編み系女子です。考えましょう。で、一番上まで締めてもいいし、こうやってちょっとだけ開け、ちょっと待って、ね、じ
ちょっとだけ開けてこうやってやっても OK です。マシナは断然こうやってやる方が可愛い。はい、でちょっとここに刺繍があるんですけど、ちょっとここのワンポイントの刺繍がとてもかっこいい。でまたまたパンツスタイルに合う感じ。私今いろんなおズボンを集めていて、でもその中で一番好きなのはジーパンです。あと白のズボンも好きで、この夏涼しそうな見た目もあるし、下が白いズボンだと上は何着ても合わせやすいのでおすすめです。はい、という感じの可愛い服でした。では次いきます。はい、次はショートパンツです。こんな感じです。ウエストの部分が黒いキュッとした感じになってます。でここにイニシャルがついてるんですけど、 R という文字がついてます。私は白なんで S なんですけど、 R しかありませんでした。ちなみにこちらは130を買ってもらいました。こちらのショートパンツの値段なんですが1639円です。この夏暑くなりそうなので、ショートパンツを履いて涼しくなりたいです。でも普通におズボンも履きます。では次ラストいきます。次はこちら、3点セットのものを買ってもらいました。こんな感じで白と黒です。ちょっと見にくいと思うので早速着ていきたいと思います。せーの、はい、どうでしょうか。こんな感じです。結構これはウエストが細く見えるから結構白のお気に入りです。ちょっと立ってみるとこんな感じです。そのちょっとウエストキュッとしてませんでした。こちら3点セットで1969円でした。安くて嬉しいです。そして生地が薄めなので夏は涼しく過ごせそうです。こんな感じで可愛い服を見つけられたので嬉しいです。ということで今日は下村さんとバースデーさんで7着しののあ可愛いって憧れた洋服をママに買ってもらいました。この見てる視聴者さんも、あ、この服しなさいにね、あ、この服かわいい、などのコメントをぜひぜひしてくれたら嬉しいです。それでは次回の動画で会いましょう。バイバーイ。